エセントキシの紋章、エセントキの、マットスパエセントキの、マットスパエセントキの療養所エセントキの、サナトリウム療養公園セーパンテレーモン聖堂、エセントキは、ロシア南部のスタブロポリ地方の都市で、カフカス山脈の北陸にある。カフカス高専のスパリゾート都市の一つで、高専や温泉で名高い。ロストフナ、ドヌからバクユへ向かう鉄道上のミネラーリヌイエボードイから、 キスロボツクへ向かう支線の駅がある。空港などのあるミネラーリヌイエ・ボードイからは4 3トル、南西、ビャチゴルスクからは1 7トル西にあたる。ロシアに住むギリシャ人の文化の中心地の一つでもあり、人口の約1割はギリシャ系人が占める。人口は10万996人。エセントキはボリショイエセント直側とポドクモク側の合流点から近い場所にあり、 ボリショイエセントチョク川の右岸に立つ。1798年、ロシア帝国はエセントキ要塞を建てたが、1803年にさらに、南にキスロボツク要塞を建てると、エセントキ要塞は放棄され、コサックの集落が残った。1810年、モスクワの巧妙な医師であるフリードリヒハースがこの地の光線を調べ、これ以後周辺の光線に対する調査が進み、 スパリゾートとしての可能性が明けた。コサックの集落は、要塞跡から4キロ近く北東に移転し、光線のための集落へと変貌していった。1839年には、最初の温泉療養所が立ち、エセントキの温泉は消火器の病に効くという評判が広がり始めた。カフカス総督のミハイル・セミョーノビチ・ボロンツォフは、エセントキの集落に、 周囲の高専地帯を併合するよう指示し、1840年代から、エセントキの高専水のロシア各地への出荷が始まった。1875年には、ミネラーリヌイエボードイ駅が開業し、さらにそこからキスロボツクへの支線が伸び、支線上にエセントキ駅が開業した。1883年には5000人の療養客が訪れたが、1900年には1万3000人に、 1913年には38,600人に増えた。療養施設やホテルも多く開業した。ウラジミール・コロレンコ、アレクサンドル・クプリーン、マクシム・ゴーリキー、コンスタンチン・バリモント、セルゲイ・タネーエフ、セルゲイ・ラフマニノフ、セルゲイ・プロコフィエフ、ヒョードル・シャリアピン、ベラ・コミサル・ジェフスカや、コンスタンチン・スタニスラフスキーといった文学者や、 音楽家がエセントキを訪れている。1917年、エセントキは死の地位を得たが、その後のロシア内戦でエセントキの温泉施設は放棄され劣化が進んだ。1920年代には施設の復旧が始まり、1922年には療養所が再開、1925年には1万3000人を収容する計6つのサナトリウムが開業した。 第二次世界大戦の独ソ戦では、1942年8月10日から1943年1月11日まで、ドイツ軍に占領された。戦後は施設の拡充が進み、20万人が療養できる規模の施設が開業した。1926年に7000人だった人口は1959年には4万8000人に、2010年には10万人を超えている。 たくさんの源泉のうち、2ほどに、医療上の効果が認められている。温泉の水温は35度から46度で、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、硫黄などを含む。ピャチゴルスクの南東8キロメートルにあるタムブカン湖の泥も療養に用いられる。ピャチゴルスク、キスロボツク、ジェレズノボツクとエッセントキで、カフカース高専というリゾートを構成している。 その玄関口となるのはミネラーリヌイエボード医師だが、光線という使命に反して、市内には光線はない。主産業は観光や医療だが、食品産業や衣服などの産業が立地する。現存する最古の建物はコサック集落だった地区にある1820年代に、たった聖に古来聖堂である。クロルトニー公園はスパ公園として開発され、 大きなサナトリウムが複数立つ。その北方、駅の方には20世紀初頭に立ったビラが多数ある。ありがとうございます。